はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます、神田野菜です。さあ、だいぶ、動画ね、配信が、できるようになってきました。だいぶね、心の余裕もできてきましたので、まだまだ寝る時間はね、ありませんが、心の余裕ができてきましたので動画をね、撮影しております。今日はですね、こちら3号地、過去の動画を見てもらった方はわかると思うんですが、こちらの畑はですね、トラクターが入らない、管理機もね、崖を乗り上げてからしか入れない畑になります。で、あと少しでね、畑も2ヘクタールになるので、こちらの畑はですね、トラクター入れないので、もうほぼ管理がもう手が行き届かない場所になります。で、あともう一箇所ね、離れた車でも30分ぐらいかかる畑があるんですが、そちらの方もね、ちょっと、近々お返しするような形になっております。で、ここの畑はですね、家の近くに一番近い畑になりますが、トラクターが入れないだけということで、返すのはもったいないし、あとこちらですね、竹がいっぱいあるので、資材をね、手に入れることが容易にできます。なので、ここの畑はね、何度も返そうと思ったんですが、返すのはやめて、ここね、桑の木畑にしようということで、計画してね、準備してまいりました。で、雨がすごく降った時はですね、ぬかるむし、土がね、乾いたらガチガチになるし、ちょっとね、使い勝手が悪かったので、いろいろね、考えた結果、桑の木のね、畑にすることにしました。桑はですね、10年前ぐらいからですね、亀の餌として、栽培をね、してまいりましたが、その中でね、実を取って食べたり、その実を使ってジャムにしたりとですね、いろんな活用してきまして、あ、これちょっといつかね、仕事にしたいな、商品にしたいなと思っておりました。で、だいぶね、畑の方も広がって、十分にね、桑の木の畑、専用の畑として使えるようなね、場所が確保できるようになってきましたので、ついにね、この桑の木の畑にすることをね、決めて今やっております。で、桑の木はですね、こうやって挿し木をして増やすことができます。実でも育つんですが、実からね、取った種でも育つんですが、一度ね、やったんですが、やっぱね、挿し木で取った方が、よくね、ぐんぐん育つのが分かりましたので、今年はですね、ちょっともう3月になってしまったので、本来挿し木は1月2月にね、行うのが一番いいとされてます。まあ、ただね、まだ木もね、しっかりして元気ですし、ちょうどね、今日は暖かくなりましたので、これまでね、外で水につけたりね、いろいろしてましたので、芽が動き始めてます。なので、こちらね、土をね、土にぶっ刺して、これ挿し木と言いますが、で、これ芽が出だして発根が確認できた時にですね、今こちらちょっと今片付けてる途中なんですが、プランターをね、置いてするというふうにの地主さんには言ってるんですが、こちらですね、あぜ板っていうかな、これを利用して4メーター大きいぐらいにね、設置して、その中に土を入れて、そこに桑の木をね、定植していきたいと思ってます。で、桑の木はですね、根っこも簡単に引っこ抜けるし、3年ぐらい経ったね、木でも簡単に引っこ抜くこともできますので、まあ、こちらね、いつか返却畑をね、返さないといけない時が来てもすぐに片付けることができますし、あとね、こちらの桑の木はですね、まあ、そんなに巨大にはなります。近くのね、河内貯水池っていうとこは、多分ほんと何十年っていう経ってるね、木があるんですが、そこはもうすごく3、40メートルぐらいあるんじゃないかっていうぐらいのね、大きな木があります。それぐらいね、巨大な木になりますが、管理はね、していけば背丈ぐらいの高さでね、ずっと収穫していけるような形で、管理していくことができます。で、桑ですね、昔ちょっと調べたことがあるんですが、桑の木を切ると白い樹液が出ます。で、糖類樹アルカロイドっていうね、成分なそうなんですが、人間にはすごく
いい血糖値が下がったりねするような成分が入ってる樹液になります。ただそれね、虫にとってはかなりね、死んじゃうぐらいのレベルの樹液だそうで、それをねちょっと農薬として使えないかとかいろいろ見たこと考えたことあるんですが、まあいろいろねちょっと難しかったのでそれは断念したんですが、それねその樹液糖類ジャアルカロイドすら効かない虫がいます。それがですね蚕の幼虫だったり、あとカミキリムシですね。過去にね5年ぐらい育てた桑の木がですねカミキリムシが入って卵を見つけられてね、木がオレンジ色になってきたなと思って、ずっと見てたらカミキリムシのね幼虫が、木の外にねブリブリブリっと木くずのうんちみたいなのをして、あこれがカミキリムシの幼虫かと思ってね、ちょっとびっくりした覚えがあります。それぐらいね、害虫はもうカミキリムシぐらいの感じですね。なので、ここね住宅地ではあるんですが、こちら裏がね山手で結構ね自然豊かな場所になります。まあ被害があったとしたらタヌキとかねトモロコシ一回育てた時にタヌキにトモロコシをやられたりとね、そういった被害しかありませんので、特にね農薬とかもそういったのも使う必要がないような植物になります。あとですね、水クワはですね特に乾燥と、水に強い木になります。まあ、一番適しているのは、葉っぱが落ち葉がたくさんね降り積もるような場所を好むと思うんですが、まあ、こういったねちょっと水気が多いところでもしっかりね育ってくれる植物になります。まあ、ただ収穫のね5月ぐらい迎えると雨が多かったり土がねぬかるんでたりするとですね実の方の食味も落ちます。ちょっと水っぽかったりですねなりますので、極力ね、美味しい実を取りたいということで、こういったねプランターじゃないけど高畝にする形でねこのアズイタを使った栽培をね計画しております。ということでね、こちらの畑今までいろんな野菜をね育ててきましたが、ついにね、昔からやりたかった桑の木の畑栽培ですね、ちょっと農業一家の方に届け出はしないといけないと思うんですが、まずはね準備の段階である程度整ったら報告をねしたいと思ってます。はい、じゃあね私は YouTube だけで独学でねサラリーマンから農家になりました。有機栽培をねしておりますが、 YouTube だけでいろいろ YouTube でねいろいろ勉強して、自分に向いてる栽培方法とかをね取り込んで、やっております。なのでね僕のやり方が、まあ、たまにね間違ったやり方をするかもしれないですが、少しでもね参考になったり失敗した時とかはですね、載せてますので、その失敗もね参考にしていただけたらなと思って、配信しておりますので、もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。あとコメントもいただけたらね、励みになりますのでお願いします。特にねこの桑の木、あと1週間2週間すると発芽というか葉っぱがね出てきます。なのでその様子をね知りたいよという方はぜひチャンネル登録をしていていただけたらですね、あとベルマークがねあると思うんですが、配信されたらねお知らせいきますので、そこも押していただけたら、スムーズにね見ることができますので、押しておいてください。はい、じゃあありがとうございました。またよろしくお願いします。バイビー。